りさんおはようございます。はりこさんおはようございます。あ、カムカムさん、ヒロさんおはようございます。いつもありがとうございます。アロハヌイロアさんありがとうございます。あ、ヒロさんありがとうございます。おはようございます。メロンさんおはようございます。あ、なんか新聞も開けましたね。あ、香里さんありがとうございます。おはようございます。春分になりましたが、皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。あ、アロハヌイロアさん、メロンさん、カムカムさん、おはようございますってすごく嬉しいです。ありがとうございます。ね、おはようございますってなんか本当に、とっても素敵な言葉だなというふうに思っていて、ね、ハワイ語でもよくアロハカカヒアカなんて言いますが、カカヒアカっていうのは何ですかね、光が暗闇を突き破ってこうガンって出てくるっていうようなイメージなんですね。はい、なので朝日がバーンって差して、なんかこうその日一日がこう明るく始まるみたいなイメージですね。今日はですね、ちょっとお外からやってるんですけど、沖縄はですね、昨日からちょっと春の嵐です。なんか東京のお友達からは、なんかこっちの方は春の嵐でちょっと寒いですっていうお話だったんですけれども、皆さんのところはどうですかね。はい、今日はですね、自分の癒しを考えるメディテーションとですね、なりたい自分のメディテーションっていうのを行っていきたいと思っています。はい、皆さんどうでしょう、なんか自分に対して癒しとか、なんか毎日やってらっしゃることとかあったりしますか。そうですね、なんかこう自分の癒しの時間、自分と向き合う時間っていうのはすごく大切というふうに言われていて、一日のうちですね、少しでもいいのでちょっとこう自分のために取ってあげる時間っていうのを作ってあげると、そうですね、体自身がですねそれに応えてくれるというか、その癒しをですね求めている体があったとしたら、そこにですねちょっと力を注いであげるっていうふうに、働いてくれるようになります。はい、で自分の方に時間を作るっていうふうに言ったんですけれども、この自分に時間を作るっていうことは自分に優しくなることの一環でもあります。で自分のために優しくなるっていうのは実は日本人結構苦手だったりするんですよね。自分にっていうよりも人にっていうふうにやってしまいがちなので、ちょっと苦手だったりするんですけれども、自分に優しくなることなので、自分にできる範囲外のことは人に任せること、あと、自分に優しくなるっていうのは自分の好きなことをやる時間をちょっと取ってあげる。例えばフラダンサーだったらフラを踊る時間を作ってあげるとかですね、あとお風呂が好きな方だったらちょっとお風呂に長めに入る、でその時間を楽しむっていうような、時間を取ってあげることによって、自分の体と対話をする、自分の心と対話をする時間になります。はい、そうすることによって毎日がですね少しずついい方向に向かっていくようになります。はい、なのでそれを少しやってもらえたらいいかなと思っています。はい、でそしてですね、なりたい自分っていうのは、できれば毎日の中にアファメーションを取り上げてあげるっていうことですね。アファメーションって難しく聞こえるかもしれないんですが、例えば あれですね、白雪姫のお母さんでしたっけ、あれ魔女でしたっけ、がやってた鏡を鏡を鏡さんの世界で一番美しいのは誰みたいな、はい、あれですね、鏡がその時は世界で一番美しいのは白雪姫ですよとか、あなたですよみたいな、女王様みたいな感じで答えるみたいなのがあったと思いますけれども、もう本当にそれだけでいいんですね。自分の鏡見ながら、なんか自分のなりたい自分の一言を言ってあげる。例えば強くなりたい人だったら、鏡を見ながらあなたは強いっていう風に言ってあげる。でもし言える状況になかったら、心の中で思うだけでも大丈夫です。はい、あとは、例えば綺麗になりたい人だったら、私は綺麗っていう風に言ってあげる。はい、で状況をですね言う時は、なりたいじゃなくって、私は綺麗っていう、もうなった過程で言ってあげる。で例えばフラが上手になるんだったら、私はフラが上手ですっていう風に言ってあげる。それだけで少し変わってきます。はい、なので自分のなりたい自分を目指している場合は、そこも意識してあげてみてほしい
なと思います。はい、ではメディテーションを行っていきたいと思います。はい、では楽な姿勢で座っていただいて、ではゆっくり目をつぶっていきましょう。自分の呼吸に意識を集中していきます。自分の内側と対話をしていく、それってとっても大切なことになります。自分の体の内側に意識を向けること、それは体の外の世界に意識を向けることでもあります。ゆっくりと息を吸って楽な呼吸へと導いていきましょう。それではここで自分と少し向き合う時間を取っていきたいと思います。例えば過去に起こったこと、過去に嫌なことが起こった場合、人間なのでもちろんそういう過去も出てきます。学びの中にはそういう嫌なことを経験するという学びも必要であった時代もあったと思います。ですがその過去に起こった嫌なこと、それはあなたを傷つける力を今は持っていません。あなたがここにいるだけで、そしてこの世に存在するだけで愛される存在であること、しっかりと自覚をしていきましょう。この世に生まれたことであなたはその権利を得ています。誰からも愛される存在である。自分になるその力を持っています。この世に生まれたことであなたはその権利を得ています。なりたい自分をしっかりと想像することであなたはそこへ一歩ずつ着実に近づいていきます。どんな無茶な望みでも構いません。あなたはなりたい自分になれるのです。両手を解放。はい、
時間っていうのを取る時間があったら取ってあげてくれたらいいなと思います。あ、マリちゃん、ハワイカフェさん、あ、アイちゃん、お久しぶりですあ、サキちゃんお久しぶりです。サキちゃんも最近瞑想をやってくれてるのをちょっと拝見してます。楽しみにしてます。はい、はるさん、今こありがとうございます。はい、で自分に優しくなるお時間っていうのは、一日のうち少しでいいので、例えば何か好きなことをする時間、はい、あのお風呂に入ってちょっと自分と向き合う時間を作るのもいいし、そうですね、フラダンサーだったら踊るのもよしで、自分と少し向き合って、で、自分に優しくなる時間を作ってあげる。はい、そして、無理はしない、自分に優しく、はい、これが今週のキーワードです。はい、なので、自分をこう優しくさせてくれるもの、気持ちを優しくされてくれるもの、楽しい時間っていうのを作ってあげてください。そして、もしですね、傷ついた過去があったら、その自分を想像して、もう大丈夫なんだよっていうのを伝えてあげる。そしてその自分自身を抱きしめてあげるっていう風にしてあげてほしいと思います。はい、あとですね、あとなりたい自分、鏡を見てなりたい自分っていうのをしっかりと想像しながら、そしてアファメーションとして、自分にその言葉を言ってあげる。で、言葉を言う時には、その言葉がもうすでに叶ったように伝えるっていうのが重要です。例えば強くなりたいのであれば、私は強くなりたいっていうアファメーションを言うのでもなくて、私は強いっていう風に伝えてあげる。はい、それをキーにしていただければいいかなと思っています。はい、ありがとうございました。では本日も、そして今週も素敵な一日、素敵な1週間をお過ごしください。ありがとうございました。マハロ。